こそ進め、まだ見ぬの場所へ。おはよう。思い抱きしめ。めちゃくちゃこれいい景色だね。観光しちゃうよ。皆さんこんにちは、シンガーソングランナーのスイです。今日はれいちゃん、ひとみ、はるぴーと東京タワーの周りを走る港区ハーフのプチなんとなくの思想会します。昭和昭和だ。あっち。じゃあ行ってみよう。はい、スタート。スタート。ユーチューバーになったから。ユーチューバー。ユーランチューバー。そうそう。ランチューバー長い長い長いよみたいなさ。ハルピはどこの大会出んの？予定。うん。うん。うん。あ、そうなんだ。あ、そっかそっかそっか。10月の終わりか。はい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 。そう、終わった後はここでご飯を食べまーす。この辺で応援してる。あ、そうだよね。私もひとみんとこれあった。この辺をさすがれいちゃん任せ。結局ここに入れてんのに、このれいちゃんのは。はい、はいはい、じゃあ行きましょう。もう一個太い道に出るのか、これが。はい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 。このぐらいの距離だとすぐ曲がるみたいな感じだね。今は走ってんのかな。こうやっぱ曲がる。はいはい。そうだね。これもさ、片道しか多分止めないのかな。どうするんだろうね。そうだよね。でもいい道を走らせるようにしたね。あ、これ新しくできたんだ、リーボックの。そう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 。あ、どれどれ。あ、そうなの。これ蕎麦屋さんなの。すごい。愛宕神社。出世の神様。出世の神様。出世って書いてあるでしょ。ああ、ほんまや。出世の階段が結構急で。あ、本当だ。すごいね。急すぎる。急すぎる。トレーニング。何これ、トレーニングになるやん。すごいな、これ。これはすごいね。あれはすごいね。うん。もうれいちゃんが全部入れてくれるから超ありがたいよ。解説入れてくれるから。もうやっぱいいね。贅沢なコースだね。じゃあ頑張ろう。でなんかあんまり大股にしないで、あ、小股？そう、小股にして、なんか紐を引っ張るような感じで、あ、腕をこう、あ、この前からこう、そうそうそう、意外とそう、そこまで終わった？終わったね。下がり下りやん。
日夜出張でしょ。そう、夜出張。ゴロゴロしてても本当はいいよ。今日はいいよ。うん。いい蔵、八幡神社ね。ね、これはきついね。登ってるね。ね、もうちょっとだって感じではあるね、毎回ね。多分見えないわけじゃない、先が。おお、これは下って結構な下りな感じだね。すごい大きい、高田大きいね。一人東京さんも喜んでるよ、多分。喜んでる。でもなんか喜びを感じさせるなんかがあるね、でも東京タワーには。なんか嬉しい。ああ。おお。って毎回なっちゃうね。でも走ってる時はさ、ちょっと見づらいかもね、あの。ね、一瞬じゃん。ね、ペースも速いしさ、きっと。大都会のど真ん中だやっぱり。ねえ、六本木五反田横浜みたいな。確かにね。確かに。ね、確かに。うん。日の霊ちゃんのあれ、氷川神社じゃなかった、日の霊ちゃんって。日の霊神社はあるけどね。日の霊、そうかそうか、それはちょっともじったのかもしれないね。お、来た、アダムジューバー。うん、はいはい。見えへんな。見えないか。ねえ、これは来年もすごくなりそうだね。あのよね、安い、こんな都会のど真ん中でめっちゃ安いんだけど。安い、ショートカットだよね。で、スケッチャーズの靴を。はい、ね、これレギンスのスケッチャーズ。あ、そうなの。え、可愛いのと思った。うん、東京タワーだ。はい、ですよ、そうですよ。また来ましたよ。何回も来ますよ。レギンスホテルが、じゃあ品川方面に向かいます。行けるとこまで。あとはこっち練習してた。すごい。4分半とかまで。あ、1キロしか見えない。水分補給、水分補給。レイちゃん給水中。
り返し地点でーすじゃあ行こう半分だ半分そう、うん、ちょうど半分だだからねえ、いやこういうの嫌だからね走ってるときはね。の駅にあ、はーい、うん、かわいいこれラブヤンゴミュージック何番何番645ミュージック、そうそうそう、あのメモリが入ってて、うん、あの Bluetooth でつなげばこれだけで音楽が聴けるっていう。おーすごい、しかもガーミンペイっていうのが、あ、ガーミンペイ、ガーミンペイが入ります、払えちゃう、払えちゃう、お金、最近、うん、ローソンで使えるようになったらしい。すごい、ガーミンペイってすごいね、ガーミンペイ、さすがガーミンの先生です、れいちゃんはいつもガーミンについて教えてもらってますもうちょっとか、あれが新駅、あ、新駅ができそうな感じになってるね、だいたいここが、だいたいこの辺が、だいたいここはね、折り返しかなと予想、そうですね、これも案だから、そう案だもん、なんとなく、そうこれあのコース案なのでね、案なのでね、じゃあそうだね、それはまた作りながら微妙に変わるかもしれないもんね、戻りましょうか、もうあとは戻ってご飯ね。戻るからね、あそこにね、そうだね、行こう、そうだね、最高だね、コースじゃないけど、コースじゃないけどいい道、12時で消えないから
だ。ああ、そっかそっか。あ、そうなんだ。そっかそっか。ズームぐらいか。ズームぐらいが。こっからは番外編でちょっとレイちゃんに東京タワーのこう案内してもらいます。お願いします。港区女子。についてどうですか、れいちゃん。私、うん、まずは同じとこ何回も走るから大変だけど、うん、まあ、ずっと都心を走れるから楽しめる人は楽しめるじゃん、ね、れいちゃん走るもんね。走ります。頑張ってね。普段から走ってるからあんまり心配ない。あー、そっか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 、確かにね、そうだね。ハルピー、どうでしたこのコース。なんかね、東京タワーはね、いっぱい見えて、うん、新鮮だった。そうだよね、このコースあんま走んないよね。新鮮だった。確かに。ということない、最高最高。東京タワー見てて最高。あはははは。私はね、やっぱりあの新鮮って感じがしたのと、こんなところ走れるんだって、こうなんかほら大会と全然ほらまた違うんですよ、今日の静岡で。もうど真ん中走れてやっぱ超気持ちいいだろうなと思って、北島康介バレに超気持ちいい。